何が一番怖いってめちゃくちゃでかいんですよね、楽しんごさんって。いや、ほんとに、はい、まあ、90キロね、ほぼ大谷翔平じゃないですか。ほんとにでかくなっちゃって、顔もたくさん、体も。大体こういうネットで炎上発言とかして炎上商法とかしてる人って、はい、まあ口だけなんですけど、はい、会ってみて本当に怖い人って楽しんごさんくらいですよ。そういう類の人間の中で。いやー、本当に痩せます。いや、関係ないですけどね、まあまあまあ、関係ないですけど、まあツイッターやめた方がいいんですけど。あ、ちょっとあれ生きがいなんですよ。僕のツイッターのアカウントの DM の方にちょっとすごくちょっとあれは定期的にちょっとあれすいません、レディ君また会いたいだとか、レテン君また会いたい、セックスしようだとか、1ヶ月スパンくらいで来るのが怖くて怖くて、今日本当に一度も会ってお話しして、まあ、二度と会いたくないよという意思をちょっと懇切丁寧に伝えさせていただきたいなと思って、はい、あの前僕の、まあ、サジのサロンで撮らせていただいた時に、レテン君のちょっとあのものすごい彫刻のような、うん、彫刻のようなチンポをチンポ舐めさせていただいて、チンポすごい美味しくて舐めさせていただいて、はい、あの今でも覚えてるんですけど、うん、本当になんか粉ミルクみたいな味しました。粉ミルクの味、はい、若い子にしか出ないおっさん臭じゃない赤ちゃんみたいな匂いがして、でしかもちょっとあのアナロンもアナロン、はい、もっと舐めたいと思いました。うん、で舐めて広がったら触れたい、入れたいと思ったんですね。今日は本当にめちゃくちゃ入念に逃走経路を確認してあるんで、うん、僕すごい速さで逃げれますよ、何かあったら、はい、怖いんですよ楽しんごさん。何考えてるか未だに腹の内が読めないじゃないですか、楽しんごさんって。会ってみても怖いんですよ、いつも目の奥が笑ってないんですよ。それちょっとやめて、それ昔から言われてるんですけど、ちゃんと笑ってますよ。笑ってますか。多分そうなんですね、多分無理やりキャラ作ってるんで、うん、そんな感じもしますし、うん、ブレイクした時に あんなんでブレイクすると思わなくて無理やりキャラ作ってて上目遣いしたりとか、うん、疲れちゃって、うん、本当はゴリゴリの男なんですけど。そうなんですね。はい、ゴリゴリの男です。お中学校までは、うん、あの女が好きだったんですけど、ちょっと2回ぐらい、まあ、あのそういうことしたことあって、中学生の頃に、うん、中学高校の時に、はい、まあ、ちょっとすごい告白されて、1回目の女の子と一致した時に、なんかすごい求めてくる子で、まあ、これは一歩踏み出すと思ってやってみたんですね。その子がちょっと女の子の日だったんですね、はいはい、それで頑張って入れた挿入したんですけど、そしたらレバーみたいなのついてる。逆に、はいはい、あの先出てる男の人の方が楽だなと。うん、でも男性にその入れたらレバーどころかうんちがつくじゃないですか、うん、それはいいんですか。確かに、あのいいです、レテン君なら。レテン君のなら、はい、なるほど。いやー、まあまあまあ、ちょっとなんか性関係以前に誰も関わりたくないですよ、はい、今の楽しんごさんに。ツイッター見たらもうルールがないじゃないですか。そうですね、だまあまあ、なんて言えばいいんでしょうね、どうしていいか自分でも分かってないですよ。まあ、だから何回も言ってるんですけど、ツイッターやめた方がいいですね。ツイッターやめたらまだちょっと考えます。あ、本当ですか。うん、いや、それでちょっとツイッターで、はい、ジャニーズの性加害、ジャニーさんの性加害のニュースに関してもすっごく積極的に触れられるじゃないですか。僕がジャニーさんの生前にジャニーズに所属してさえいれば全て丸く収まったのに、他のジュニアに見向きもさせない自信ありますって、これ結構バズってたんですけど、ジャニーさんにも選ぶ権利ありますよ、絶対。そうですね、なんか実は僕昔マッサージ行ったことあって、ジャニーさんの、僕がちょうどお笑いでブレイクする前ぐらいに、うん、なんで僕の携帯番号してるのかよくわかんないですけど、連絡が来てお金渡されて、マネージャーさんに、そしたらジャニーさんが真っ暗いこういう提灯みたいなのある部屋で、まあ、こうやってうつ伏せになってて、うん、僕まだ事務所決まってなかったんで、もしかしてジャニーズ入れるかも、うん、これチャンスかもみたいな、アイドルっぽくなれるのかなと思ってマッサージ一生懸命やって、うん、仰向けになって、でちょっとそしたら見えてくるんですよね、目って、うん、慣れてきて、うん、そしたらジャニーさん あの、まあ、お顔がここにあって、僕ここでこうやってマッサージしてるわけですよ、手とかで、股間の目の前なんですね、僕の。触られるかなってちょっと期待しちゃう、全く触られなかったです。まあ、じゃあ虜にはできませんね、そうでしたね、ジャニーさんのこと運気もしてないじゃないですか。すいません、
その時点でこの時点で見向きしてないのに、はい、これもちょっと衝撃だったんですけどね、この中華料理屋さんですかねのお店の前で写真を撮っていて、一言まずかったって言ってるんですよ。これどういう意味ですか、ね、まずかったこと言う必要あります？本当にまずかったんですよ本当にまずかったんです。本当にまずかったんですね。相方と、相方っていうかその一緒にやってる子と終わって、イベント営業とかすごい呼ばれるんですね、うん、あのなんか忘年会とか、うん、で終わってちょっとお腹空いたラーメン行こうよって言ったところが本当に薄味お湯みたいで、うん、まずくて期待しちゃったんですよ。でもこれももう言いたいともツイートしないとあれですね、気が収まらないみたいな感じなんですか。そうなんです、気が収まらなくて、うん、なるほどな。もっと3人でいた姉ちゃん、もうこれ取ったらすぐ買いましょうね怖いんで3人で飲みたいな、飲みたい、はい、廃墟で、廃墟で廃墟いいっすよね、やっぱ廃墟、廃墟飲み好きっす、僕も大好き。その時は僕は女装して、うん、飲みたい。いいっすね、星野亜紀、星野亜紀みたいになって、あーいいな。絶対に関わっちゃいけない人ですよね、星野さんってこれも木下ゆきなさんの炎上に勝手に引用リツイートで首突っ込んでね、お前は AV 行けって言ってるんですよそうですね、うん、関係ないですけど、なんか AV っぽいな、売れるのかなと思って、無敵とかから、まあ確かに嫌いですね、木下ゆきなさん炎上してましたね、はい、大嫌いなんですね。大嫌いです、嫌いなんだ、すごい。なんか前に僕がテレビ出てる頃に会ったこと、うん、会ったことあるんですけど、うん、なんか生理的に、生理的に女が本当嫌いでぶっ飛ばしたいんですよ、ね、ぶっ飛ばしたいんですね。もうしんこさんが言ったら冗談になんないですよ。あ、すいません、実際僕そういうことあんましないんですけどね、うん、してるじゃないですか。いやそうですね、あの彼氏にそう、あのタピオカのあったじゃないですか、うん、あれからなんかもうどんどん攻撃していこうと思ってもうこいつ潰したい、どんどん攻撃していこうと思って、もうそれしかないですよ、僕の手段は嫌いな人はいっぱいいますね、藤本とか、あの藤原の、あ、好きじゃないですね、めっちゃ僕芸人の時にいじめられてたんで、そうなんですね、てめえおかまごるやみたいな、本当かな、いや本当ですよ、あのひな壇で、うん、まあ冗談でやるんですけど、うん、なんか何回もやるからうざくなってきてそれで最後チューするんですけどこれもちょっとどぎも抜かれたんですけどね、うん、リューチェルさん死亡自殺かという速報をパッて撮って、はい、その写真を添えて一言えって言ってるんですよえって言ってるんですけど、これ本気の絵ですじゃあ愛はないということですね、その全くって思ったから、芸能人多くないですか最近、亡くなる人、うん、僕もいつ亡くなるんだろうと思って、本当に悲しんでくれる人をたくさん欲しいから、うん、もっとあの好感持たれたいなって、まあ、僕らは絶対悲しまないですね俺は悲しいよ、いや二人ともえって言って悪いでしょちょっとひどいマジ言いそうこれあれ、あれもありましたね今年は、愛の、あ、愛もありますね。あれは反省してますか、ちゃんと。反省してます。最近の動向を見てるとあんま反省してるようにも見えないですけどね。いや、マジで、僕あれは本当にあの昔あのパーティー呼ばれたことがあって、うん、ネタやったんですよ。うん、どんずべりして、はいはい、で僕は浜崎あゆみさんと握手できたり写真撮れると思っちゃったんですね、うん。ちょうどブレイクしてたんで、うん、そしたらすんごい冷たかったんですね。でそれをちょっとフラッシュバックしちゃって。書いちゃったんですね、うん、そしたらあゆさんがインスタで悲しいみたいに載せてて、うん、でもしんごちゃん私が呼んだからあの時はちょっと忙しくて構えなくて本当ごめんねって書いてあって、うん、でまた仲良くしましょうねって書いてあって逆に良かったのかなと思って、うん、ちゃんと覚えててくれてたのが嬉しかったですね、うん、芸能人嫌なやつ多いですか、うん、あの本当狭い世界なんで、うん、ストーリーゲームなんですよ、はいはい、リアルに、で僕がちょうどブレイクして3年は持ったんですね、うん、でそれでスギちゃんさんが出てきたりとかして、はいはい、またその人が流行語大賞ってみたいな、うん、だから3年の命でしたね僕は、うん、2011年に震災があったじゃないですか、はい、であの時に特番で震災の方を応援しようっていう番組出たんですね、うん、あの中山秀さんとかで、あの台本にドドスコスコスコで書いてあって、じゃあしんごちゃんお願いしますって思いっきりそれやったらめちゃくちゃクレーム来て、
なんか地震みたいみたいな、地震みたいじゃないかみたいな。地震みたいじゃない。あとどすこすこが。はい。それで、そっから結構干され気味になった。何も悪くないじゃないですか。本当は本当なんですよ、これ。そんなことですか。リアル、リアルです、これ。びっくりしました。それ番組側が悪いですよね、そしたら。日テレなんですけど、なんか俺わざとだったの、フィフィさん、フィフィさんと一緒に、かわいい、しんごちゃん、あれ、あ、あれ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 、かわいそうだったね、とか言って。まあ、遅から早から絶対干されてますよ。そうですね。うん、怖いっすもん。あ、ちょっ僕も本当は、一人だと限界があって、レテンジャダムシンゴってどうですか？いいっすね。めっちゃいいじゃん。週1回だけでもいいんで。どういう動画撮りましょうか？マジで、なんか本当に、もう、ふわんふわんって感じ。ふわんふわんね。はい。もうなんか、好きなことして、なんか、なんつだろうな、映画のような、結構いいと思うんですけどね。めっちゃいいと思いますよ。はい。やりましょうね。やったやった決定で。嬉しい。お願いします。これもありましたね。鳥羽シェフと広末涼子の不倫の時なんですけど、はい、こう、てめえ見せかけホモって名付けたのに、ただのやりちん塩吹きカンナじゃないかって言ってるんですよ。確かに。最低ですね。そもそも見せかけホモなんですかね。鳥羽シェフって見た目がめちゃくちゃ人気なんですよ、新宿2丁目とかで、ゲイから見た目がってことですか。本当にカンニングの竹山さんとかがめっちゃ人気なんですよ、ああいうおじさんみたいな、ヒゲが生えてて、熊デブみたいな、私が人気で、僕もちょっと一瞬ホモかなと思ったんですけど、でも、ルセルほど不倫しててすごいショックで、で、ゲイ界の橋本環奈って言われてるんですよ。はいはいはい。もうやりちん潮吹き環奈になったんですね。はい。なるほど。ちょっと勢い余って僕も確かにと思いましたよ、ツイート見てた。確かにやりちん潮吹きカンナだなと思いました。確かに思ったんだ。確かにやりちん潮吹きカンナ。気づかされました。確かに。ちゃんと共感を一人でも呼べてるんですね。ちゃんと一人共感してるやつがいましたわ、これ。あったかい。やめときはあんま関わりません。怖いだろ。まあ以上なんですけど。あ、俺ですか。はい。まあ、とりあえずじゃあレテンジャダムシンゴやりますか。本当にやりたいです。僕そしたら多分人生の中の夢が叶います。夢なんすか。いやマジっす。本当に僕本当はコンビ組みたかったんですよ、で実は前にお稲荷チャンネルっていうコンビでやってたんですけど、はいはい、16万人ぐらいいたんです、なんですけどバンされちゃって金玉マッサージモザイクかけてたんですけど後ろの鏡に思いっきりチンコつけて感謝した。なるほどな。今一からなんですけど、もうちょっと正直限界を感じてまして。まだ YouTube の本業が整体師さんですね。それで結構稼がれてるじゃないですか、なんでそのまだメディアに出続けたいんですか。わかんない。わかんない。なんでだろう。正直整体師さんとかって28年やってるんですけど、背中か壁しか見てないわけですよ。はいはい。もう本当に毎日つまんないですよ。あ、やめたいんですね。本当に、もう本当に自分が腰痛になるし、手腱鞘炎になるし、もう今実は腱鞘炎で今ここやばいんですけど、なんとかネットとか YouTube とかで収入得たいなと思ってまして、それは本心です。なるほど。はい。なるほどな。これおふざけなしで仲間に入りたいってずっと思ってました。ツイッター早く消してください、じゃあ。あ、じゃあ。なあ。なあ。